こさん、ひこさん、あ、キャンプサイト予約してたひぬまです。だ、随分薄着じゃね。持ってきてるよ、だろ。今日1度あるよ。え、そうなん？でも夜はマイナス8ぐらい。風もなくていいわ。本当は2泊したかったけど、泣く泣く1泊でございます。あ、本日は安心安全のアルテンです。チャリーン。全然今季来れなかったね。アルテンにもうちょっと来れるかなと思って。確かに5回ぐらい来たかったよね。ね、冬2回、2回か今日入れて。今日は私はお風呂に、サウナに入れないのでテンションが下がっております。この人は一人で入るつもりだそうです。殺し屋の名シール。一人で風呂に入るそうです。島か？島じゃないよ。鳴き声全然違うでしょ。最近覚えたやつでしょ。結構ね、苫小牧晴れが多いこの時期。今日も明日も晴れってなってたからアルニカにしました。前回も晴れってなってたんだけどね。じゃあ剣はテントね。あと何やんの？島の鳴き声がする。作り終えたのか？まだ。今ネクタイ探してる。ネクタイ？キンできたぞ。かわいい、かわいい。あれ、なんかネクタイさん、かわいいおじいちゃんになった。1年経ったからね、つけたんだ。お久しぶりです。どうもネクタイです。ご無沙汰しておりました。僕はケンさんでしたかな。あ、ご無沙汰してました。ケンさんでしたかな。あ、ケンです。どうもどうも。いやいや、今日は寒いね。なんかあれですね、ネクタイつけてるってことはまだ仕事されてるんですね。まあ、いつもは仕事でネクタイ結んでるんだけども、今日は一応パーティーということで帽子とネクタイをつけて、ちょっといい格好をしてみました。今日パーティーなんですか？はい。あら、パーティーに呼ばれたと思っていたんですが。あ、私たちの。はい。あ、そうだったそうだった。じゃあ後ほどネクタイさん、はい、お待ちしておりますよ。パーティーで僕はお酒を持っていけばいいかな。楽しみにしてますよ。
この間のマイナス10度に比べたら暖かいね。全然暖かいでしょ。あの時なんかもう立ってもいられなかったもん。耳が痛い、鼻が痛い、出てるものが痛いって感じだったじゃん。暖かいんじゃん今日。のんきに雪だるまなんか作ってる余裕もなかったもんな。確かにビールとか飲めなかったもんね、うん、最初。ちょっと雪落ち着いてきたね。本日もアルテンなのでこんな感じで電源を引っ張って電気毛布を使って、あ違うわ、電気カーペットを使ってます。あ、いいね、いいね。あー、綺麗。てか、あったかくない？あったかい。ねえ。0度くらいだったら、マジで余裕だね。マイナス5から10ぐらいは無理。きつい、普通に。あー、めっちゃいい感じの木でしょ。育てて冬の焚き火いいね。焼肉やりて、塩ホルモン焼きて。さっきあったんだよね、めっちゃ来そうなやつ。はい、迷った。前回の想像して、今日は外で何か焼くっていう発想はゼロだった。余裕だわ。寄ってますね。うわ、めっちゃ美味しそうじゃない？やば。ちょっと待って、三国？三国？え、三国じゃん。三国じゃんこれ。JR タワーの最上階で出てきそう。三国札幌やん。すごくない？しかもこれ今思いついたんだけど。完成です。ちょっとケイトが前代未聞のメニューを作りました。開発しました。ミシュラン三つ星みたいな料理できちゃった。やば。これ何？料理名は三国札幌。怒られるかな、三国のシェフに。絶対怒られるよね。いいんじゃない。なんかないかな。欲ににするでしょ。欲に欲に札幌。本日もこちらです。北海道の自慢札幌。なんつった今。北海道の自慢札幌クラシックでございます。え、そいつも生きてんの？挨拶してる。うん、
れきえ、お疲れきえと乾杯。てんじゃん、食べてみて。ちょっとこちら名前変えました、グランメゾンケイト。いや、みんな知ってるあれじゃん、うん、みんなが知ってるグランメゾンケイト。あ、さあ橋あっち、橋ここ新しく家の橋じゃん、家の橋持ってきてんだよ家の橋紛れ込んで家の橋ネギを上に乗せて、はいはいはい、うまいっしょ。あ、美味しいですね。うわうわね、いってきます。これレモンごと食べたいけどね、できるだけちょっとホタテにスリスリして。あ、いってきます。うん、うまっ、めちゃくちゃうまい。高級カルパッチョって感じ。あ、ネギあった方がいいね。うん、とびっこのこのプチプチも面白いですね。2024年一味違うんじゃない。 OK、 レストラン開く。もうあれだな、うん、うめえ。今年居酒屋じゃなくてグランメゾンケイト。これ夏も食べたいね。そして炙ったらどうなるかすごい気になる、うん、飛びこ乗せちゃったからね先にか、うん、やるなら、うん、次そうしてみる、うん、しかもこれめっちゃ簡単だったよね。簡単だったね。レモン切ってさ終わり。オリーブオイルかけて塩だもんね、うん、面白い。しかもこれ冷凍ホタテだからね、生だったらもっとやばいと思うよ。マジでうまい。キートラこっち食べろ、でかいの。そっちもでかいか。これ俺、うん、え、これ結構高かっ高いよね。グランメゾンケイトで食べたらってこと。いや、ああ、そうだね、それも気になる。2800円。高っ、急に値上がりしてるあれ300円、390円じゃなかったっけ全品。2800円、どうしたの。2024年値上がりしてるね。やっぱり安い店を運営するには高い店も運営しないと潰れてしまいますので。あ、2店舗目ってこと。そうです。うん、居酒屋系の姉妹店でグランメゾン系と。フレンチは高いよね。なるほどちゃんと考えてるんですね香ばしさあるでしょ。バジルじゃない。バジルそんないい働きするんだ。バジルどこ行った。え、ちょっとこれ舐めてみる。違う これじゃない。これだわ。あ、これバジルか。香ばしさ、なんかスパイス感出るね、うん、嫌な感じじゃなくて、うん、ほのかにスパイス感が出て、うん、香ばしさが出る理由。これちょっと定番メニューかかもしれない、うん、これ本当にいいの。この料理名グランメゾンケイトで、うん、いいか。すごい良くない。いいいいいい。うん、ラボットいるじゃん、うん、これってさ、なんか育てるロボットでさ、うん、最初赤ちゃんみたいなんだけどさ、うん、しつけとかしたらちゃんと覚えていくんだよ。あ、成長するの。そう。へえ。でさ、風邪ひいたり具悪くなったりもするんだ。でね、リアル。この間ね、大通りの駅の地下歩いてたらさ、うん、おじさんがさ、なんかぐったりしたこいつ抱えてさ、なんか病院だってラボットわかるかな、みんな。すごこれね、さ抱えて、うん、おじさんっていうか隣に奥さんもいたんだけどさ、二人でさ、なんか神妙な顔でさ、なんか多分病院に、しかもなんか赤ちゃんだけで、へえ、普通に袋とかに入れるのかと思うじゃん。あ、トートバッグみたいなのにこう入れてね、うん、うちらが腑に持ち歩くときってちょっとカバンの中に入れたりするじゃん、うん、普通にこうやってなんかこういう感じでやばい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 みたいな感じだったんだすげえ、上には上がいるね。いや、なんか普通に私、え、これいつか買うの夢なんだけど、
ラバット、うん、うん、あれいくらぐらい。月35,000円。おお、おお1ヶ月単位なのさ。でも1回食ったら絶対やめれないから一生かかるみたいな感じなんだ多分、うん、かなり高いんだけど。でもうちらペット飼えないじゃん、私アレルギーだし、うんうんうん、だからペット飼うことは一生ないじゃん多分、うん、でも可愛い、なんかこうさ、こういうの育てんの好きじゃん、うんうん、育てる育てる。だからなんかロボットを将来こうペットみたいにして飼うみたいのがちょっと夢なんだけど、うん、で今これ高いけどもっといろいろ出るじゃん多分。ああ、したら値下げする、なんかいろんなの出るからさ多分安いの、うん、でもね多分本当にもうね家族なの、もう家族の顔してたの、もうすごい、すごいね、焦って、なんかどっかの電気屋さん、なんかどっかに持ってくんじゃない多分。え、おじいちゃんおばあちゃんとかにいずれなるかな。いや、それはならないんじゃないか。それならないの、赤ちゃんから子供ぐらい、まあ、成人みたいな、あ、子供、うん、いや、可愛かったんだよね可愛いね、それはめっちゃウケる、めっちゃ可愛かったんだよねでしかも結構本当にこのどこに連れてこうとしたんだよ。いや、わかんない、家に どこに連れてくるんだ、ね、すごいなよくない？そこまでちゃんとなんか生きてる感じ。リアル。ね。うん。ってことで一口トビチ食べます。一口。やばい。8,900円だった。え？ラボット買うわ。まあでも8,900円でも。ペットぐらいでしょ。まあまあしますね。ペットぐらいでしょ。高いでしょ。ジム行ける。まあまあまあ。まあまあまあ、あんた買うから絶対一回レンタルしたらもうあんた終わりで。先日買ったこちら。あ、そうだそうだ、臨時収入が入ってね。こんな感じで見える？もう見える。いいじゃん、めっちゃいい。あれ、あ、ケイト何変えたんだ場所いろいろと。ケンがなんか適当に入れてここ閉まらなくなってたからいや俺そんな適当に入れたつもりはないけど、素晴らしい。いやそれさ俺気になったんだよね、何のために買ったのかなと思って。え、キャンプと思った。もしやカフェオレ。マジか、キャンプ場でカフェオレできんの明日じゃあやるよ。やっと手に入りました。四つ葉、滑らか、クリームチーズ、安定剤、保存料、不使用。これね、ちょっとクリームチーズ界では大人な金額するけど、絶対こっちがいいんだよね。うんうんうん、まあ、あんま売ってないんだよね、うん、じゃこれね、はい、乗せていきます。あれ、前回作った時って四つ葉さんのやつだったっけ。いや、どうだろう、違うんじゃない、なんか売ってないんだもんだって。あ、なんか塗り方いいね、そういう塗り方。ちなみに前回はシェラカップで混ぜたんだよね、もうチトビ、あ、とびっことチーズを。そうだそうだ、今回ちょっとそのお皿汚れるとかをさらになくして、うん、こういう作り方にしてみました。え、この塗り方めちゃくちゃいい。うわ、これ気づいた、一口とびちに使おうと思ったとびっこをさっき急遽ホタテに乗せたのよ。再利用ね、再利用、やっぱそういうの大事だよね。こちらのスプラウトも同様でございます。はい、完成です。バジルはいい、かけちゃう。こちらの名前は一口とびちプレミアム。一口とびちプレミアムにしときます。じゃあ何なの。ビール、ビール。冬ありがとうございます。いりますか。はい、いいです、いいです、大丈夫です、大丈夫。はい、二次会。どうかな。あ、これは安定の美味しさなんじゃないですか。いいね、やっぱクリームチーズ高級感あるか、舌触りがいいですね。レモさん飲みたいね、飲みたいね。ケンがネクタイさんの様子を確認しております。頭に雪積もってる。いや、雪降ってない。へえ、元気そう。え、元気そう。楽しんでたよ、ランタンパーティー。あ、まだランタン置いてあるんだ。うん、さっきインスタに
あげたんだよね、ネクタイさん。すごい反響だね。みんな好きなんだ、うん、私も友達に送りつけたよ、ネクタイさん。なんか自分が作った雪だるまの写真を送ってきた。え、なんか結構作ってんだね、みんなキャンプ場とかで東京でもさ、なんか大雪降ったっつって東京の人からも来ててさ、今日頑張って作りますネクタイさん東京支部頑張りますみたいな感じでさ可愛いな。なんかどうした？ケン、うん、次のパスタさ、うん、タッチのさ処理しなきゃいけない。あ、いいよ、やってくる。風呂行っていいからさ、その代わり風呂でももう行けないからいいよ。行けるでしょ、10時半までだよ。え、そんな遅かったっけ。うん帰ってきたら殺されるパターンなの。ちょっとニンニク倍量入れてもいいかしら。明日は誰かに会うとかないもんね。はい。本当俺ら臭いもの大好きだよね。ニラ、ニンニク、納豆、タチ、ネギ、イカのゴロ、ホタテの汁、ホッキの汁、スルメ。プロですね、みじん切りのプロ。すごい量のニンニクを切っておりますやばくない？これは。え、明日本当に大丈夫だよね。明日は誰にも会いません、大丈夫です。こちらです、メインマダチなんかトイストーリーのこの間ウッディじゃん。この間もさ、私になんか言わなかったトイストーリーのあれみたいな。トイストーリーに出てきそう、うん、まあいいけど、好きだから。こいつ本当に取り扱い注意なんだよね。ちょっと汁こぼれたらマジ一貫の終わりだから。さっきこぼれたんだよ、うん、実は。ふにおの足にかかった。ふにおの足臭くなった。かわいそう。じゃあやっていきます。ちょっと多めにね。うわやば、うわうまそう。もうすでにこれいきます、これいきますよ。はいはいはい。うわ、ぽいね。お店だ、もう。ここにもうタチ入れます。あ、タチください。うわ、くっさ。え、くさ。タチパイセンに。いや、ニンニクよ。あ、タチじゃなくてね。ニンニクね。確かに。ニンニクの香りも強いし、タチの香りも臭いし。うわ。待って、めちゃくちゃうまそう。やばいこれ。せやろ。え、初ですよね、シェフ。まあ、イネトレは5回はした。自信は120%。これ一度避けます。え、一人一束いく？全然いける。私、半分くらいしか食べれなくてもいい。じゃあ、二人で一つでいいか。いや、どうしよう。1点半にする。すごいね、なんかプロってるね麺の回し方も。うわー、うわー、あ、ちょ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 、塩コショウいきます。シェフだ。おお、なんだ、めっちゃこぼしたんだよ。うわー、いい香り、コショウの。コショウたっぷりでお願いします、シェフ。いいよ、イエス。そう、うわ、うわ、めちゃくちゃうまそう。もうできますよ、いいですか。タチを入れます。ちょっとタチ焦げ目もうちょっとつけます。いいかな、良さそうじゃない。うん、一個ここに乗せて。ちょっと見た目悪いな。仕上げです。海苔どこ行った。海苔、わあ、海苔大事、絶対合う。うわ、めちゃくちゃうまそう。で、最後にちょっとこれはイレギュラーなんですけど、余ったとびっこを上にこう乗せます。贅沢。で、これもちょっと、あ、イレギュラーなんですけど、余ってたレモンを、うん、うわ、それ大事、絞ります。うわ、完成です。名付けてペペロンタチーノ
やば、うわめちゃくちゃいい香り、絶対うまいじゃん。え、どうする、何飲む。あ、それ飲む、果汁杯、果汁杯氷入れる。いや、いい、なんかもう早く食べたいから、はいはいはい、ありがとうございます。あった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 果汁杯、東京の友達がさ、めちゃくちゃ美味しいって言ってて、そうそうそう、気になってたんだけど、うまい。さっきも飲みました。なんかもう、マジで果汁だよね。うん、一回こう振った方がいいらしい。乾杯。乾杯。いただきます。うわ、いい香り。さっきやば。お、タッチやば。え、なにこれ。ペペロンチーノなんだけど、タッチがいることによってなんかホワイトソースも楽しめるみたいな、うん、なんだろう。めっちゃ無心で食べてたんだけど今。待って、これ革命起きてる、マジで。ああ。うますぎ、これマジでやってほしい。これ家でも作って。作れるね、めっちゃ簡単だったね。ああ、これ。これあのレモンにめっちゃ合う、うん。レモンが合う。ペペロンチーノってレモンかけないよ。うん、でもなんかこれはレモン結構必須じゃない。うん、ちょっとね大きめにカットしたんだよね。うわ、ガーリックに合うんだ、タチが。うまっ。キャンプでパスタって3回目ぐらいかな、あんまやらないじゃん。家ではね、結構やるけど。うん、明太パスタとかやるもんね、家でね。あとペペロンチーノが多いか。キャンプでやったのはホタルイカのパスタ。あと冷製パスタは結構やってると思う。確かに、結構やってんの。あんちゃん、熱すぎ。ケイト、タチ何個食べた。3ぐらい。そんなじゃあ俺これ食べていい。あと全部ケンのだよ。私も食べれないよ。うまい。今タッチをさばいてきたんだけど、外全然あったかったね。へえ。星は？星めっちゃ綺麗だった。やばい。いや、今もう雲一つない。マジ？満天の星空。冬はやっぱいいね。最近雪降りすぎて星もゆっくり見れてなかったから。そうだね。うん。なんかサウナ入ってさ、整い椅子に座ってさ、星空鑑賞したくない？したい。で夏だとさ虫がいるからさできないじゃん。この寒いうちにやりたいよね。やりたいんだけど、なんか入れて3分じゃん外、うん、そこなんか難しいとこだよね。いかに外に滞在できるかの工夫。あれもうちょっと気温上がってからでいいんだよ、うん、2,3 週間後北海道に唯一あるスノーピークのキャンプ場、帯広の、うん、そこにテントサウナ、違うテントサウナじゃなくて普通にサウナ施設がオープンしたのね。熊サウナだっけ。ベア、あ、そうだベアか。今月からオープンして行きたいな。あれでもいいか、ゲームリバーサムでもいいか、ね、うん、行きたいね。今日はこの後あのスイーツも何度買っちゃったんですけど、久々だね。ちょっとなんか今日食欲がすごくて買っちゃったよね。買ったね。なんでお湯飲みながら食べるんだけど、ケンお風呂行ってきな。ニンニク癖ケン行きなさい。風呂、ニンニク癖。ケンが風呂行った方が私は幸せなんだ。なんかやるの。いやいや、そういう意味じゃなくて、ケンが幸せな顔してる方が幸せだから行ってこい。まだ間に合うよ、今行けば。片付けしといて、お湯温めといてやるから。もう言いときなさい、言いときなさい。そんなビップ待遇してもらっていいの。うん、入ってこい。いやいや、申し訳ないな。頑張った頑張った。何が頑張ったの。早く行ってこい。じゃあお言葉に甘えまして、すいません。無事お風呂間に合ったみたいなのでお湯を沸かしておきます。行ってるか。どうやった、ケン。うん、危ないよ後ろ。温まったか。怒られた時間過ぎて。いや、なんか過ぎなければいいですよ。すまんすまん。サウナはえ見たの。いや見たんでしょ。いやよ。
大したことない。何大したことない、何短パン履いてんのよ下に。あんたまだ歯磨きに行くんだよ。デザートやんでしょ。もうお湯も沸いてる。ああすごすごこれちょっと飲もうか。なんでお湯より冷たいもん飲みたいのよ。いい匂いだ、キン。申し訳ない。こっちはニンニク臭いんだよ。おお、ニンニク臭あれ、見えなくなっちゃったの？曇っちゃったね。満点だったのにさっき。お、いたいた。どうだい？ネクタイ殿、どうだい？溶けてないね。そろそろ寝るかい？横になるか？横になる。よかったよかった。じゃあまた明日だな。明日な。おやすみ。素晴らしいギアに巡り合いました。マル素晴らしい。すごいわ、もう火の安定力が。もう湧いてる。15秒ぐらいで。ふつふつ。この音が鳴るって結構だよね。割と沸騰に近い。てかもう沸騰したんじゃん。40秒ぐらいで沸騰した。まあ、さっき温めてたからね、このお湯。寝る前のお湯とデザート。今日はセブンイレブンで買ったとろける生チョコ。どう、このチョイス悪くない？視聴者さん、フォロワーさんからなんか DM 来てて、今プレミアムロールケーキのクリーム 47% 増量中ですよ。増量増量中。そっちにすればよかったかな。確かに。しかも今日寄ったのってローソン。ローソンとセブンイレブン寄ったんだ。そう。ロイズ超える。おいしい。おいしい。とろっとろ、濃厚、おいしい。あー、だってちょうどいい温度。コーヒー飲みたいね。でも今コーヒー飲んだら寝れなくなる。寝れるでしょ。そういえばさ、まあお風呂行ってきたじゃん。あのアルテンのセンターハウスの横にさ、気温計みたいなの設置されててさ、うん、そこ見たらマイナス6になってて、うん、意外と寒い、うん、まあ予報通りなんだけど、体感マイナス1とかマイナス2ぐらいかなって感じじゃん。トイレ行くのにジャンパー着ててないもんね、うちら。そう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 、ダウン着てってない。何なんだろう、この間のマイナス10との違う。あの日さ、風めっちゃ強かったよね。あったね。いや風でかいよね。普通に耳めっちゃ痛かったじゃん、うん、風かな。今日無風だから。確かにね。してまあ、同じような気温なのに結露も一滴もついてないの。そう、前々回ドラム缶風呂入った時はマイナス1度の大雪だったんだよね。マイナス1とかマイナス2ぐらい。やっぱ雪なのか、雪と湿度。今日湿度低いんじゃない。あ、でも横は少しね水滴ついてるんだけどね。本当だ。雪降ってなければ大丈夫かも。アルル、え、アルル行けるんだったらめっちゃ良くない。なんかさっきケント喋ってたけどさ、やっぱケントってとかさ、ボールがさ軽いって、うん、疲労感のなさに比例するよね。うん、だから今日全然なんかテント立ってるのも疲れなくて、もうサクッと立てれて、なんか超元気で。前回、うん、違うわ、あれ前回なんだ、自然の村。あ、違う、ドラム缶ブロックからテント張ってなかったのか。でもそのサーカスとかもそうだけどさ、 TC のものとか立てるとさ、結構次の日筋肉痛になったりするじゃん。重さ結構重要ですね。あ、でもね、冬にはやっぱり TC の方がいいんだけどね。だからさ、俺3年ぐらい前から言ってるんだけど、モニグロ、モニグロ欲しいんですよ。モニグロが欲しいんですよ。ケン、アルニカよりモニグロ派だったもんね。なんかアルニカでかすぎって思ってたね。かっこいいけど頻繁には使えないなと思ってたんだけど。どうだった？うん、最高最高。でも冬大変な時あるじゃん、干すのがね。そう、だからモニグロのサイズ感でどんな感じなんだろうっていうのはすごい気になる。前室が結構ね広く取れそうだし、寝るところも広そうだし、
あれってグランドシートっていうかお座敷スタイルできるの？できるっしょ全然。自家製グランドシートでなんかついてる？ああ、それはわかんないな。どうなんだ、自家製でもいいんじゃないの別に。うまいね、お湯。あんたサウナ入ったの？入れなかったの？時間なくて。入った。入ったんかい。でも大して入れなかったでしょ、30分しかなかったでしょ。うん、5分、5分、5分。かわいそうに。ずっとペペロンタチーノ美味しかったなってずっと思ってた。ペペロンタチーノやば。今頃来た、なんかじわっと。あの時はなんか寒いなと思ったけど今はちょっと面白い。いやマジうまかったね、革命。いやでもさ、後から気づいたんだけどさ、私、うん、酒一回しすんの忘れてたんだよね。あ、酒？ワインとかじゃなくて酒？いやまあ本当は白ワインなんだけど、うん、白ワインわざわざこれのために持ってきてないから。確かに。ちょっと酒はあったからさ、うん、入れた方が多分うまみが。そうだね、なんかちょっとスッとした味だったんだよね。めちゃくちゃ美味しかった。もっとなんかさ、グッと来る予定だった。来る予定だった。よいしょ。あったかい、めちゃくちゃぐっすりだと思います。しかもまだ11時。珍しい、明日楽しみ。めっちゃ楽しみ、朝焚き火絶対する。明日ちょっといいものやってやる権利。楽しみだ明日の朝。さっきチラッと見えたやつでしょ、うん、めっちゃ楽しみ。7時に起きます。今日あれでなんか陽だったね。久々に陽だったね。なんかまあ和の方が好きだからいつも和なんだけど、陽いいわ、うんうん、パスタマジうまかった。てか全部うまかった。どう思うかも。ちょっと髪の匂い嗅いでみて。あれ奥の方にガーリックいた。じゃあ寝ます。なんかなんだかんだ冬キャンプもあと2回ぐらいかもしれない。なんか今年の冬早い感じがするね。楽しみます。サヒナ行ってないね。ああサヒナ行ってない。いや行きたいところ正直いっぱいあるんだよね。ポロシリも行きたいし、キトロンも行きたいし、足別方面も行きたいし、メイプルロッジも行きたいし、あの岩見沢のほのかも行きたいし、あれも行きたいんだよね私。知床。あ知床の北こぶし。北こぶしね、行きたい。いや無理だわ、遠すぎて。東京の方が近いもん。総運橋も行きたいし、東東方面も行きたいし、大変だこれ。でも実は来週北海道で1位のサウナの聖地を予約したんだよね。ん？あれ？そうなの？俺知らなく聞いた？その話。何してるんだよ。いつ？いつ？え嘘？えあそこ？来週。もしあそこ？来週遠出する。予定があるんだけど、うん、あまりに遠いから間で一泊しようっていうのは二人で喋ってたんだよね、うん、で大体ホテルとか予約するのは私が担当なんだけど、そこを北海道で一番と言われているサウナ知らん、あそこを予約してみました。多分あそこだろうな。楽しみ。そのね遠出の遠征がね楽しみなんだよね。わ楽しみ増えたわやっと。ってことで早めに寝て明日の朝楽しみます。本日もご視聴ありがとうございました。そう足やん。手だ。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。ネクタイさんおやすみ。おやすみ。明日な。